今や生活に欠かせないデリバリーや宅配、阿部さんどうでしょう、はい、デリバリーや宅配利用されたことありますか。やっぱりコロナ禍からかなり増えました、はい、利用が。そうなんです、はい、ちょっとこちらのデータご覧いただきたいんですが、こちらデリバリーの市場規模、まあ、2023年のものなんですが8622億円となっています。まあ、前年比おととしと比べてみても 11% 増加していて、全体的な推移を見てもまさに阿部さんが言った通り、この2020年コロナで一気にこのデリバリーの市場規模というのも拡大していて成長を続けているんです。コロナ前の2019年から倍以上になってますもんね。そうなんですよね。で、様々なまあデリバリー宅配サービスがありますが、そんな中で今日ご紹介するのがこちらなんです。スーパーフレスタが行う宅配サービス、はい、エブリデイフレスタというものです。これもともとは、まあ、いわゆる買い物弱者になりがちな高齢者に向けてサービスをスタートしているんですが、はい、なんと2001年、そういうことですね。そうなんです。コロナとかは関係ないと、20年以上の歴史がある2001年にスタートしているサービスなんですよね。で、この2001年というのがネット注文などこうなんていうんですかね、インターネットが普及してきた時代でもありまして、そうした背景もあってもう先駆けとしてスタートしているんです。で、どういったこの注文方法があるかというと3種類ありまして、ウェブ、アプリ、そして電話による代理注文ということで、まあネットの注文などで翌日に商品を宅配してくれる生鮮宅配のサービスになっているんですよね。で、こちら阿部さん、一体いくつ品揃えがあると思いますか。フレスタの商品も全部できるって考えると400。あ、400。そうか、いや言い過ぎたな、これ悪いやつ、言い過ぎてしまった。見てみましょうか。ましたけど、やってしまった。こちら商品数は阿部さん桁が違いました。3000点以上、まさにあの店舗と同じラインナップを目指していまして、本当にこのスーパーにお買い物に行くような感覚でお買い物ができるんです。では実際にこのアプリを使って注文していきたいと思います。いやー、明日はちょっと豚汁にしたいので、まずはお肉、いろいろあるんですが、いろいろある豚肉の中でもこれにしようかな。豚バラ肉、カートへ追加で、あとは玉ねぎ、はいはい、これにしよう。淡路島の玉ねぎ2個、淡路島、牛乳だ、牛乳も切れてたんですよ。牛乳を頼もう。牛乳いるでしょう。こうやっていっぱい出てくるんですよ。ほら、いろんな牛乳出てくるんですよ。どの牛乳がお好きですか。まあ、このようにカテゴリーから探すこともできますし、売れ筋のランキングから商品を選ぶこともできるんです。これは店頭とはまた、ね、違うサービスで、実際にスーパーを見て回っているような感覚で使いやすいんです。こうしてカートに入れた商品を指定した日に届けてくれます。そしてこのサービスの助かるポイントが、24時までに注文すれば翌日に届くということ。いつでもどこでも注文できるこのサービス、一体どうやって届けられているんでしょうか。物流センターにやってきました、はい、時刻は朝の7時を過ぎたところです、はい、まだまだ朝早い時間ですが、もうこの時間から配送に向けて動き出しているそうなんです。商品の仕分けや配送準備が行われている物流センター、特別に倉庫の中に入らせていただきました。中に入ると結構冷えるというか寒いですね。そうですね、こちらのゾーンが冷蔵の、商品を仕分けするエリアになってますんで、だいたい冷蔵庫と同じ10度帯以下の温度帯の部屋になってます、なるほど、今もう冷蔵庫の中にお邪魔しているような感じなんですね、はい、そりゃ寒いはずだ。近づいて見せていただいてもいいですか。はい、行ってみましょう。卵もありますし、こち
ちらに目をやるとお肉のコーナーですね。ここおはようございます。中こんな風に並んでるんですか。おはようございます。でも驚くぐらいキラがいらっしゃったんです。お肉に挨拶してましたから、スタッフさんがいらっしゃった。もうスーパーに本当お邪魔したような感覚で。そうですね、前日の夜の12時まで注文いただいた商品、それぞれのお客様の箱の中にあの何の商品を何個入れるって話の作業をするエリアになってますんで。あちらで今ちょうど作業が行われていますが、これ何をされているところなんでしょうか。はい、こちらの方がですね、あの商品の方をあのお客さんの商品注文をあのそれぞれのお客様の箱になっているんですけど、あのどの箱に何の商品をあの入れてあのピッキングいいやつで入れてるあのところです。うわ、まさに注文があった商品をこうして一つ一つもう手作業で入れてくださるんですね。はい、大体こういう注文って1日何件ぐらい。1日あの1000件からですね、大体多い時で1500件。1日1500、すごい数ですね。はい、そのすべてをこちらのセンターで仕分けているそう。そして鮮度にもこだわっています。こちらの商品、今棚に商品入ってるんですけど、生鮮食品は注文があったお客様の商品だけを入荷してるんで、市場からそのまま仕入れてそのままこっちに直送してピッキング作業を行ってるっていう。じゃあ非常に鮮度がいいものがもうそのまま届けられると、そこが一番こう強みにしてらっしゃる部分でもあるんでしょうか。そうですね、はい。さらにちょっと意外なメリットも。ネットで注文する方がスーパーで購入するより安いものも、はい、あります。フレスタが運営する宅配サービスエブリデイフレスタ、鮮度のいい生鮮食品を朝早くから仕分けしています。気になるのが価格面ですよね。そうです、気になってました。お値段というのはスーパーで購入するのと比べてどうですか。基本的にはうち の, あのエブリデイフレスタの宅配についてはあのお店とほぼ同等の価格でお客様に提供するっていう、あの実のことを言うとですね、今かなりお得です、野菜は。そうなんですか。はい、ちょっと意外、逆かなと勝手に感じてる部分あったんですけど、はい、物によっては、はい、エブリデイフレスタさんの方が安いっていう場合もあります。取材をしたおよそ2週間前は特に葉物野菜が安かったそう。でも一体なぜ。宅配の方がですね、週刊カタログってやつをメインに販売させてもらってますので、カタログの方をですね、作る時間を遡るとですね、やっぱり1ヶ月とかあの半月ぐらい、あの野菜が例えばあの生育不良、お店の方は少し高値であの動いてるんですけど、もう印刷しちゃってる以上その値段で売るっていう話になってますので、そういったところで少し価格差もありますし、逆もあります。あ、じゃあこれを上手にこう見ながら、はい、うまく使っていただければあのいいのかなと。年代は50代以上の利用者が多いものの、最近は若い世代も増えているそう。その理由の一つとして大きいのが、24時まで注文できるということ。やはりあの若い共働き世代、あのお子さんもいらっしゃいますし、あの大体なんかあの全ての家のことが終わってですね、ゆっくりできる時間帯とかですね、大体まあ9時とか10時過ぎてからなのかなって、注文状況ってあの時間帯とかで取れるんですけど、注文が一気に最後伸びるのがですね、大体10時以降なんです。そこから我々注文してます。はい、ありがとうございます。そうしたお客さんのニーズに応えるため、朝早くからおよそ70人のスタッフさんが頑張ってくださっているんです。早くこうパッパッパッてやるコツみたいなのはあるんですか。仕分けられた荷物を車に乗せ、朝の8時40分配達の第1便が出発。およそ50台の車で県内を回ります。商品は午後6時までに玄関の横などに置き配されます。直接受け取らなくてもいいというのは、働いていて家を不在にすることが多い人にとってはありがたいですよね。そして先日頼んでいた商品が届きました。このように箱に入って冷凍、冷蔵、
常温とそれぞれ分けて届けてくれるんです。ちょっと冷凍の商品から開けて見てみましょうか。結構ねこれしっかり蓋がされてるんですよ。これもでも嬉しいですよね。箱の中にさらにこうした保冷バッグに入って商品は届けられるスタイルになっています。保冷剤も結構しっかりしたものがこう2つこれ入っているので安心感ありますね。しっかり冷凍は冷凍の商品のままこうして手元に届くようになっています。わあ冷たい、ほら凍ってる状態ですよ。溶けてない、わかります、溶けてない、わからない、ね、ね、冷蔵商品にもしっかりと保冷剤が入っています。気温が25度以上になるとこれが一つ追加されるそうで、これからの季節も安心ですね。嬉しいのがこういうちょっとした心遣いですね。刃物は刃物で傷まないようにこうしてチラシでくるんだ状態で入れてくださってるんですよ。この心遣いが、あ、ちゃんと人の手で届けてくださってるんだなと感じられるポイントかなと思います。で、牛乳もあれば卵もある、届けてもらえるっていうのがありがたい。基本私はもう自転車で買い物をするので卵を気を使いますね。割れちゃう可能性がゼロじゃないので自転車こぎながらみたいなことがあるんですが、これだと本当綺麗な状態で届けてくださるのですごく助かりますね。生鮮食品だけでなく今夜のもう一品に役立つお惣菜もありますよ。そして常温商品も。何より私が本当いつも使っててありがたいなと思うのがこういう重い飲料系なんです。なかなか自転車でいつも買い物してるとお水とかこうお酒とかジュースとか飲み物類は本当に重くて、それをこうして自宅の目の前に届けてくれるというのがいいサービスができてるなと感じるポイントです。このエブリデイフレスタ、私も本当に実際に利用しているんですがとっても便利だなと感じています。あの 日付が変わる23時59分までに注文をしておけば翌日の夕方までには届くんですよ。で、嬉しいのがやっぱり商品そのものがとっても綺麗な状態で届くんです。これがありがたいなと思ってます。いいですね。これで結局手数料とかも、ね、どうしてるんだってなりますし、これ頼む側も時間をお金で買うっていうことですよね。でもそれでも手数料がないので安く普通に買える、買えるとメリットしかないですね、こう利用者側。そうなんですよね、やっぱりあの地域のために利用しやすい企業でありたいという思いでこうしたサービスやってくださっているんですが、今日ご紹介したこのエブリデイフレスタ以外にもう一つ実はご紹介したい宅配サービスフレスタさんのものがあるんです。それがこちら夕食宅配、お弁当も届けてくれるんですよ。そうなんです。でちょっと見てみたいデータがあるんですが、はい、こちらのデータは全国的な調査で宅配弁当サービスの利用経験を聞いたところ、4人に1人が、まあ、利用経験があると回答をしています。でこれ世代別にまた見てみますと、現在も利用していると回答した割合は20代が、まあ、一番多くてですね 34%、 また60代以上になると、まあ、4% と利用者が少ないデータにこれなっているんですが、ただフレスタの宅配弁当に関しては60代以上の方の利用もかなり多いそうなんです。こちらがその夕食宅配なんですが、これはおよそ5年前から始めているサービスで、こうしたおかずのみのコースとご飯がついているご飯コースという2種類があるんです。で、月曜日から土曜日の6日分毎日届く定期便となっているんですね。一体どこが人気なのか、はい、どんな工夫があるんでしょうか。今日は特別にお弁当をご用意いただきました。ありがとうございます。すごくいい香りがしますねこれおかずの種類が多いですね。そうですね、毎日メインとあとサブメインも入れて小さいおかずとかいろんなのを入れて、あのお客さんが楽しんでもらえるように作っています。1週間を通して管理栄養士が監修しているんです。体に優しいお弁当やおかずっていうのが特徴なんですけど、
塩分とタンパク質も決まった数が取れるように献立作成してます。塩分でちょっと食べにくいかなっていうのをちょっと出汁を加えることによってちょっと美味しく食べられるように工夫したりしてます。さすが自宅で自分で作るより、はい、正直栄養価も高くて、より体にいいものがいただける気がしますね。また地元の食材や調味料を使うことにもこだわっているそうです。この日のメインは魚。なかなか家では西京焼きね、つける時間ないですね。味噌だけではなくて出汁とかも効かせたりしているものもありますし、あと骨が気になる方もいらっしゃると思うんで、骨がない魚を使用しています。いただきます。本当だ、優しいんですけど、はい、すごくしっかり味がついてるというか、塩分控えめと聞くと、はい、ちょっと味が薄いのかなと思いがちだったんですが、そうですね、全くそういうことがなく、もともといけないんですけど、ちょっと濃い味好きなタイプなんですよ、はい、でも美味しい、物足りなさも全くないというか、はい、それがすごいですね。 ありがとうございます。またご飯コースのご飯はお寿司やちらし寿司になったりと、飽きが来ないよう工夫されています。なかなかこうたくさん品数を出したいなと思いながら、家庭で作るにはどうしてもこう大皿のメインボンとかですね、はい、もうカツ丼とか、うん、チャーハンとかなりがちなんですが、はい、これだけたっぷりお野菜が取れるというのも非常にありがたいですね、はい、そうですね、野菜なかなかこう自分で何品か作るの大変かなと思うので、食べていただけたらと思いますね。はい、いやこれ一番伝えたいのは本当に美味しいということなんです、本当に、大事ですね、やっぱり利用する側も、しかも管理栄養士の方が監修ということ で、 そうです、ね、栄養面でもしっかり頼れる、子供に食べさせても安心かなとも思いますし、もちろん高齢者の皆さんにも非常に人気が高いということでした。魚もありますしね、野菜もあるし、そうなんですよ、また嬉しいですね。こちらにちょっと献立表をお持ちしたんですが、はい、こうした1ヶ月分のメニューというのがですね、しっかり決まっていまして、ご飯コースと裏にはおかずコースがあるんですが、これ嬉しいのが、この週はおかずコースにして、次の週はご飯コースにしようなんていう自由自在に組み合わせもできるんですね。この1週間というのはメニュー変えられないんですけれども、おかずまたご飯と組み合わせることもできると。ご飯がちょっと変えてなかったとか、今週炊く時間なさそうだとなれば、そうやってまた選べると。そうなんです、皆さん結構うまく組み合わせて使っていらっしゃるみたいですね、はい、でこちら今出ているのが価格にはなるんですけれども、最初の1週間がお得になるキャンペーンというものもあるそうなので、気になったという方は今出ている番号にぜひお問い合わせください。さあ、そしてフレスタの他にもこうしたデリバリー宅配サービスを行っている企業たくさんあります。もう一つご紹介したいのがこちら、ツバメイーツ。ご存知ですか？ツバメイーツ、聞いたことないですね、はい、ないですよね、はい、ないです。こちらツバメイーツ、ツバメというとツバメ交通のツバメだったんです。ツバメ交通さんの、お料理お届け代行サービスということで、提携している飲食店の料理をツバメタクシーで宅配してくれるというものなんです。こちらコロナ禍に始まったサービスで、ピーク時には1日10件から20件の注文があったということですよ。結構ね、やっぱりこう料理の配達とかっていろいろウーバーイーツとかありますけれども、はいはい、違いがねどうなのかっていうところも、ねね、気になりますよね、はい、お店側のメリットとしては、まず販売手数料がかからないというメリットがあります。そして私たち利用する側にとってはですね、そもそもタクシー会社という安心感、よく聞いたことがある、こうタクシー会社が届けてくれるという安心感があります。そしてまたタクシーの車内ですから、温度管理がしっかりなされているなというところも、人気のポイントなのかもしれません。さらに時間の指定もできるということ、そして電話でそもそもこれお店に注文を入れますので、ネットが苦手だなという高齢の方たちにも非常に使いやすいサービスになっているということなんです。現在提携しているお店はうなぎの小谷と広越グループということなんですが、注文時にツバメイーツでお願いしますといえば、ツバメ交通さんが届けてくれるということです。さまざまなサービスが今あるんですね。今後どう広がっていくでしょうか。小島ねでした。
ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。